イメラジオ第5044回今日は令和5年5月12日金曜日です時刻は午前11時半あと30分したら起きるそういう頃空はもう夏空ですね雲がもくもくと出ています今日は気温も上がっていますよ 午後には緑道を走りに行ってきましょうさてもうすぐお昼の金曜日今回は鈴木宗男議員が維新執行部に苦言こんなタイトルです鈴木宗男さんが藤田幹事長になんか文句を言っていましたね 鈴木宗さん、参議院議員ですね今は長いこと議員ができなかった時代があるんですがそれが解けてで今は日本維新の会から参議院議員ずっと新党第一っていう北海道の地域政党を鈴木さんやってらっしゃったんですけど今は維新 鈴木宗男さんが月に1回あの議員会館でやってらしたあの勉強会今はやってるんですかねあの佐藤勝さんとかあと娘さんもたまにいらしてましたね今だから鈴木宗男さんとあの娘さんとお二人とも国会議員ですか 1> あの月1回やるあの勉強会にはため池参道まで行ってましたね。あれは10年ぐらい前でしたかでもまだ鈴木萌代さんもなんか若い感じであと佐藤勝さんもなんかあのいつもの調子でなんかギロッと睨むような感じでお話しされてましたね。 こ、まあ、ここのところは全然言ってないんですがその鈴木宗男さんなんか私はあのこのおじさんは信頼していいんじゃないかと思っておりますあんまりよくは知りません何回も勉強会は行ったんですけどあんまりよくは知らないですでもちろん私から話しかけるようなこともありませんでしたでその宗男さんが今維新の会にいてで この連休にですね、ロシアを訪問してロシアの要人と会うそういう予定を立ててらしたようです鈴木宗男さんが連休中に放浪、そしてロシアの要人と会うで鈴木宗男さんってものすごくロシアとのパイプがあるもう日本でも指折りでしょうねもう自民党の議員なんかももう真っ青みたいな。 そういういパイプがあるだから鈴木宗男さんが会いたいって言えばねロシアの好感が出てくるんですよでおそらくロシアとウクライナが今やってる戦争のことについて、まあ、日本として何かできることがないかというそういうお話をされにねそういうお話をする予定やったんかなと思いますがでそれをその幹事長がね 記者団の前でちょっと慎重にされた方がいいんじゃないかというふうに言ったんですよ。でも。幹事長と鈴木宗男さんだと親子以上の年の離れがありますのでで。その。まあ、諌められた形になったわけですね。鈴木宗男さんが。藤田幹事長からしかも記者団の前で。国益を考えて。 慎重になさった方がいいと要するにここれ行くななっていうことなんですよ当然党内の序列から行くとこの藤田幹事長の言葉というのはそれはもう力ありますからで維新の会に今鈴木宗男さんがいる以上は聞かざるを得ないで鈴木宗男さんはあの放浪しなかったなんか表向きはその会おうと思っていた要人との スケジュールが合わなくなったからってことですけどそりゃあの藤田さんにああ言われたからであってで藤田さんがああ言ったということはそれこそ馬場さんはじめあの維新執行部で言ってもらっちゃ困るそれを幹事長が言っただけだこうだねでそれをあの記者団の前で言われたもんだからやっぱ鈴木宗男さんカチンときたのか 昨日ですね、その国会内の維新の集まりの中でそのもう記者団の見てる前で左に座った藤田さんに「私はあなたの100倍も国益を考えてると」で藤田幹事長もなんか親に説教される感じでも聞いてましたね。で。 もし言うことと。があるるんだだったら直接言いに来るのは常識だとなんで記者団のところでいきなり言うんだと確かにそれは鈴木さんの言うとおりでだから藤田さんは別にあの記者団の,あのいる場所でじゃなくて「鈴木先生」とねあのこそっと2人でどうかちょっと今回のホー,ローはあの維新執行部の全体の医師としてもお辞めになっていただきたいんですが。 という,ふうに言っていけば、まあ、問題なかったんだけどそれをいきなり鈴木さんにあらかじめ何も言わずに記者団の前で言ったこれがやっぱり鈴木さんとしては不愉快だったわけですねで多分だけどこの藤田さんがこういうふうになったのはその事前にねそれこそ常識をあきまえてですよこそっっと鈴木さんに言ったら じゃ鈴木さんはだからもうここは多少無礼になるのを承知でもう鈴木さんに言わずにあらかじめ言わずに記者団に前もってあの慎重になられた方がいいんじゃないかと言えばもう鈴木さん聞かざるを得なくなりますからもうその方法を取ったんじゃないのか私はそのように考えていますね。 実際あの馬場代表も鈴木さんにはあのこれからも敬意を表していくとかなんとかなんかフォローしていました。というより今回のこの宗男さんのその藤田幹事長への苦言っていうのが馬場さんと藤田さんの間に鈴木さんが座ってるわけですよね。だからももうこの赤順見ても 維新としては鈴木宗夫さんんを立ててはいるんですよねで確かに、まあ、さっきも話したように日露問題に関してはやっぱり一番強い力を持ってるのは今でも鈴木宗男さんなのでねでその隣にはあの佐藤勝さんもいますからやっぱりあの無視できないんですよ。でその力を見込んで維新に入ってもらったっていうそういう経緯があるのだから。 まあ無ななことはでできないわけですね無体なことはできないわけですよ維新執行部としてもただし今言ってもらっちゃ困るとロシアの要人と鈴木さんが何か重大な約束で申ししてきたらそれは今鈴木宗男さんが維新にいるわけだから維新の党としてそれをあの後押ししたように見える今は困ると今は日本全体としても維新の党としても そのロシアとウクライナの問題については静観静かに見とかなきゃいけないんだと鈴木さんがいくら国益にかなうからといってあれいくらいい案だからといってロシアの人と出会ってなんか日本からこんなことができますよとオファーでもしてもらっちゃ困ると維新はそれとは関係がない行かないでとそういうことなんでしょうね。このの鈴木宗さんんはあのガーシー除名の時にもなんか ずいぶんテレビに映ってましたね。議長をやってらしたんですよね。ですから今も全然頑張ってあるんですね。その10年ぐらい前に行ってた時も鈴木さんなんか若い感じでしたけど、なんかね走るのが好きなようで、あと筋トレもやってるのかなんか実はバキバキなんだと体があの。 本当かなと思うんだけど、いやーあのノリだとちょっとあり得るかな。もういつもね、こんにちは鈴木宗男ですっていう感じでね、あの会場に入ってきて、だからあのああいうパッとこう人を和ませるっていうか一瞬でね、ああいう力はやっぱすごいなと思いますね。この鈴木宗男さんはそれこそその昔中川一郎さんとか、その息子さんの中川昭一さんとかとも。 骨肉のの争いいみたななことが言われてでですすねくき人んよしかも日露にパイプがあるってことはやっぱり闇もあってであって胸をハウスっていうのが今から25年ぐらい前かな話題になってましたよねあの辻元清美と国会でいろいろやり合ってた、まあ、そういうお方ではあります。 鈴木議員が執行部に苦言、まあ、鈴木さんとしてはあの一言言わざるを得なかったんだろうしかもカメラの前でねで執行部としても鈴木さん立てなきゃいけないからどうぞともう代表と幹事長の真ん中に座ってもらってもう言いたいこと言ってもらう、まあ、鈴木さんもちょっとあの言いたいこと言ってガス抜きしたんじゃないでしょうかイメラジオ今回は維新のお話でした。